マルチ、プリントインはタップコムが開発、販売する Windows 版対応のバリアブル印刷ソフトである。マルチプリントインはテキスト、写真、バーコード、ナンバリング、パーツなどを可変させて印刷させるためのアプリケーションであり、面付け機能、ウィザードなども搭載している。また、同社レイアウトソフト、プロポジションと相互関係にあり、プロポジションでレイアウトし、 マルチプリントインでバリアブル印刷を行うというレイアウトソフトとバリアブルソフトが連動する製品である。2009年8月にバージョンアップを行い、最新版はマルチプリントインバージョン3.0である。またバージョン3.0からは PDF を読み込み PDF を主体としてのバリアブル印刷が行えるようになった。バージョン4.0では GS1 から128バーコードが追加された。オンデマンド印刷、バリアブル印刷といった分野での使用があり、DM、名刺、ポップ、賞状、チケットなどは、この手のソフトの通常の活躍分野といえる。現在は、個人向けカタログ、オリジナルパンフレットといった、顧客一人一人に向けて発信する印刷物への注目度が高い。目的別ウィザード搭載マルチプリントインは、 主要9つのアイテムの作成をサポートするバリアブル業開発のバリアブルプリントウィザードを搭載している。目的に合わせてウィザードが操作をリードする。ウィザードでは目的デザインした絵面付けデータベースの順に選択する。9つの目的別ウィザードはがき、圧着はがき、封筒、名刺、カードポップビジネスレター、賞状、 カタログドラッグドロップによるリンク付け誰にでも簡単に操作方法が習得できることを前提としリンク設定はドラッグドロップで完了するテキストだけでなく写真やバーコードでも同様フォーム作成にレイアウトソフトプロポジションを利用フォーム編集における文字、イラスト、写真、描画などを自由自在にレイアウトできる写真素材もサムネイル表示される パーツライブラリーからドラッグドロップで簡単に貼り付け可能。DTP に必要とされる機能を使いやすく搭載しているので自由にフォームが作成できる。JPEG、BMP、PDF ファイルを主体に既存の印刷物へのバリアブル印刷で差し込みの位置合わせに主体取り込み機能を搭載。当たりとして主体を表示するが印刷はしないという設定が可能。 下絵の印刷もできるので PDF ファイルの上にバリアブル印刷を行うことも可能。イメージ、バーコード、ナンバリングの設定充実イメージ、バーコード、ナンバリングとデータベース、マスター参照などがバリアブル項目に含まれている。差し込み可能項目画像 JPG、BMP、WMF データベース名と一致した画像を表示。バーコード、 バーコードの初期設定はすべて各種標準規格サイズに設定。JAN コード、a p c a a p p e i t f 6 i t f 1 4 i t f 1 6 i t f フリーコデバーコード39コード128カスタマーバーコード QR コード PDF41714 種より選択可能。ナンバリング初期値、増減値、表示形式を設定可能。 前後に文字を付加することもか。グラフ、写真、テキストの複雑な組み合わせブロックもバリアブルにできる。テキスト、写真、地図、グラフなど複雑なブロックでのバリアブルも一つのパーツとして登録することで一つのキーワードで差し替えが可能。リンク情報をプリント前にチェックプリント前にイメージなどのリンク切れを事前にチェックできる。文字の溢れは縮小。 長体、平体などでバランスよく枠内に収め回避する。すべて確認できるプリントプレビューすべてのレコードに対して差し込み結果や面付け、串刺しの設定状況など印刷結果をプレビューで瞬時に確認できる。プリント環境も選ばない PS プリンターだけでなく一般的なくでプリンターやオフィス内の複合機、家庭用インクジェットプリンターでも利用可能。 プリントスピードへのこだわり多枚数になるバリアブルプリントをより安全にスピーディにプリントするためにジョブ分割送信機能を搭載。バージョン3.0ではデータの展開速度がさらに速くなった。ありがとうございます。